乾きました。すごいね、一晩で乾いたね。パリパリになった。立つかな。立たんやろ。足元もはつけてないけどさ、うん、でもカチカチ、うん、ほら、おお、立った。あ、あ、なんでやろうね、足元ついてないのにね。膝がパキパキだからかな。手品手品したいの。カチカチにさ、もうちょっと。ほら、おお、浮いてる浮いてる。なんか触ってるでしょ。なんか絶対触ってるでしょ、そこ。怪しい。浮いてるだ。浮いてないよ、腹で支えとるやん。腹で支えてた。腹で支えてないって。本当か？じゃあ離れてよ。ほら。はい、履いてみたら。でも毎回塗り付けするのは大変そうやけどな。ほら、もうカチカチ、触って。うん、硬いね。すごいね。これ歩きにくそうだし履きにくそうやな。え、でもこれほら先の方はさ、こっちはね、うん、なんかこれよにく脱ぎにくいやん、うん、余計脱ぎにくくならんの。ここら辺先がめっちゃ細いんやって、これ、うん、テーパードになってるからさ、ここがマジでここが抜けにくい、うん、だってひどい時引っ張ってって言うもんね。脱げないみたいな。ここさえ通れば大丈夫だから、ここはつけてないから脱げない、うんうん、よし、はい、じゃ着替えますと。買った、うん、カチカチだ。不快指数上がりそうやもんな、のり付けするだけで、うん、あとつきやすそう。のり付けしたら毎回洗うのなんか大変な気がするけどな。でここがさ塗ってないから、うん、だいぶ前よりすげえ快適だ。痛くはない。痛くない。この間だって、でもこれもうやばい、カチカチだ。うん、パリパリ、パリパリ、血出る。うわー、張って痛い、やっぱり、うん、塗り付け大変よね。これでもこれで、うん、毎回すごい当たりがさ、うん、やっぱり硬い方が当たり出やすいからさ、うん、でもそれがまた毎回同じになるかどうかわからんね、うん、後ろがさ全然前同じ感じにはならなさそう。ってなったら意味なくない。でもさ、まあ、もともとさ全然跡ついてない、なんかそんなにね、蜂の巣はね。そしてコーヒーの色はどうですか。コーヒーの色はもう全然ない。でも、うん、そうね。ちょっとはある。真っ青さおじゃはなんじゃない？なんとなく気持ち的に分からんけど。まあでも、塗り付けはありなのか。でこれでちょっとでも当たりが出ればいいけどね。めっちゃ屈伸が必要ってこと？これで屈伸しまくれば、蜂の巣今からでも出るの？でもそれ毎回洗ってたらどうなんやろね。毎回洗ってたら出んのんちゃう？毎回塗り付けすれば出る。でも同じ位置に曲がるか分からんのやろ。うん、そう。まあまた今日履いてみてだね。はなんか世間一般的にヒゲの方が育ちやすいの？っていうかこうやって触れるやってね。うん。なんかそれで落ちるっていうのが結構あるからさ。うん。ここはでもやってるもんね。こうやって触ってると落ちてくよ。うんうん。でもここはなんかあんまり触れんっていうか。うんうんうん。でもこれあんまりそういうことしてないけどね。ああ、そうだね。ガンがよくやってたね。サスサス。毎回塗り付けするの。大変じゃなきゃいいけど。どんどん増えててるよ。毎回洗う、コーヒーつける、ニベアつける、塗り付けする。どんどんやることが増えてる。コーヒーつけるのちょっとやめようかな。そっち？そっちやめちゃう？まあそうね。だってさ、落ちるもん、絶対。まあそうね、無理だと思うこれ。あ、ほんと、その断念、定着させるんだったら、いや絶対ニベアとコーヒーでめっちゃつくけど、え、定着多分すると思うけどさ、なんかこんだけ洗っとったら落ちるって。まあそりゃね、毎回ですからね、うん、毎回ちゃんと洗っとるからさ。じゃあ毎回履くたび洗って塗り付けする企画に変更するの。そうね、100、まあ100回目標。100回目標。100回今何回ぐらいなんだっけ。今これ今40、
もうすぐ50回。ほぼ毎日来てもほぼ毎日洗ってるもんね。そう、100回洗ってちょっと評価するか。うん、で完成っていう感じにしよう。うん、アクセを、うん、100回で、あの嫁ちゃんのジーパンぐらいに。うわ、でもこうやって比べるとマジで全然違う。いや、全然、まあ50回ってあと10、なん40回って言ったよね。あと5、6回でこんだけにするってこと？え、違う違う、50、100回でこれにする。あ、そういうことね。いや、全然まだ無理くない？全然無理や。うん、目標高めやな。え？まだ全然ですよ、兄さん。マジかよ。うん、いや、もともと企画的に難しい部分があったやろ。ちょっと色が全然違いましたね。無理？無理じゃない？いける？何回でじゃあこんな人も。え、もうっていうか、もう200回ぐらい。っていうか、で加工が違うんや。ただひたすら洗ったらああなるの？ただひたすら洗ったらこうなるの？ストーンウォッシュだけど。でしょ、うん、なんか違うんやろ。でもいつかはなるはずやん、洗って。漂白とかしんと無理じゃね？漂白はちょっとさ、こういうふうにならんもん。まあでも洗濯機に回しながら漂白剤入れたらこうなるけど。あー、あの、その何？お、何？服用のってこと？100回洗ってこうならんかったら、ちょっと違うことしてみようかな。あー、うん。これに近づけるために。ストーンウォッシュしようかな。うん、どうすんの？我が家の洗濯機1台しかありませんけど。軽石で混ぜたら、ストーンウォッシュになるんじゃん。うんうん、どういうこと、どういうこと、どれで混ぜるの？ん？何で混ぜるの？軽石でぐるぐるさ。軽石を？軽石をさ、洗濯機で混ぜるの？洗濯機じゃなくて、うん、なんかああいう桶とかで入れてさ、なんかでぐるぐる混ぜたらさ、なるんじゃん。うん、100回でならんかったらね、うんうん、100回洗ったら、いやでも、なんか無理な気がしてきたね。ね、いや全然違うもんね、うん、マジで、うん、よし、でもまあこんな感じで、まあ、50回でもう1回紹介の動画撮ろうかな。うん、うん、そうだね。9分毎日こまめに洗ってるんだよね。じゃあ、まあ、のり付けは、うん、のり付けは今当たり出そうだけど、うん、当たり出そうな感じがするけどね。うん、うん、まあそうね、パキパキしてる感じするもんね。パキパキだから、これで履けば全然出ると思うけど、うん、そう、でも毎回洗ってたら、なかなか同じ場所には出なさそうだよね。うんうん、まあ、どういう感じになるか一回やってみようかな、10回やるだけやってみる。やるだけ10回ぐらいやってみようか。はい、毎回のり付けして、落としたらどうなるか。はい、検証してみます。コーヒーお休みして、のり付けに変更。でも、なんか洗ってあっても、うん、洗ってちょっとひげでん、なんか洗うタイミングが早かったなとか、そういう場合、いいかもしれない、この部分的につけるっていうのは。うんうん、こういうところはさ、つける必要ない、正直。うん、まあ、そうだね。うん、ほんと、ハチナスと、このヒゲのところだけつけるっていうのは、うん、全然、だからそこまでの違和感を出さずに、もう一回、領地を再開させるには、いい、良さそう、そこ、うん、っていう感じで。うん、よし、じゃあ今日の嫁ちゃん。今日ちょっと嫁ちゃん具合悪そうだ。体調不良です。あら、今日ちょっとね、陣痛、え、前駆陣痛。前駆陣痛？前駆陣痛だって、ね。昨日夜中1時から3時まで2時間20分おきの陣痛で苦しんでおりました。うわ。いや、まあ10分間隔じゃないしさ、うん、本陣痛じゃないからさ、くま、うん、ちゃん起こさずに一人で苦しんどった、うん、痛い。あ、しかも俺今日夜勤だから。今日は生まれちゃダメだよって言ってやる、うん、今日はまだ出てきちゃダメで、明日以降ね。明日以降ね、うん、まだ心の準備ができてないまだ出てくると思ってないけどね。もうやばい。あなたはってこと？そう。うん、私はもういつ生まれてもおかしくないと思ってる。嘘。本当。やばいじゃん。でもだって正規さん入っとるもんだって。もう37週だからいつ生まれてもおかしくない、ね。おかしくない。じゃあ明後日以降にしてくれんだ。そうだね。うん。立ち会えんかったらうちの親が立ち会ってくれるから。よし。じゃあチャンネル登録と高評価お願いします。はい。